ないの？エブリデイ餃子店の久米です。今日はですね、皆さんに餃子店のお正月 1,2,3 の3日間の三が日のねイベントについての紹介をしていきます。お正月といえば皆さん何を思い浮かべるでしょうか。まあイベントなんでね、お正月の楽しく遊ぶものといえば、はい、何ですか。たこ揚げだったりとか、あとは福笑いとか、あと羽根つきだったりとか、いろいろねお正月に遊ぶようなものっていっぱいあると思うんですけど、餃子店はね今回お正月コマ作りをやっていきます。コマ作り、何でコマ作るのかって言いますと、こちらのね、じゃーん、この紙皿を使ったコマ作りになります。紙皿とね、このペットボトルのキャップを使います。こんなね2つでコマなんか作れるんですかって思ってると思うんですけど、作れちゃいます。今日は実際にそのコマ作りのね様子を撮影していきたいと思うので、今からコマを作ります。はいはい、まずねコマは実際こんな感じで、こうここにねハサミで切れ込みを入れて、ちょっとね、キュッと傘状にして、ここのね、キャップをつけると、みんな見てね、じゃーん、いきます。はい、こんな感じでコマですね。ぐるぐる回ってかわいい。はい、こんな感じのコマなんですけど、ここにね、今回皆さんにかわいく、かわいく、あでね、皆さんにはここにこの周りと、あとはね、まあ、後ろもね可愛くこのクレヨンを使って色とか絵とか塗ってもらって、オリジナルのコマ作りを今回行います。じゃあ久米さんもね今からコマを作ってみたいと思います。まずはこちらのただの紙皿に色をね塗っていきます。お正月の色は何色でしょうか。お正月の色といえばやっぱり紅白ですかね。赤と白かな。赤と白でまずはね縁を塗っていきたいと思います。前回もクリスマスリースのイベントで色を塗ったんで、もうね手慣れた感じでいきますね。あ、そうだった、ちょっと待って。こんな感じでね紅白にしていきます。紅白でも紙皿白いから別に白のとこ塗らなくてもいいのかな。寒くて今とてつもなく、なんかこんな寒い日になぜ半袖でやってるかというと、さっきまでトナカイに、ね、なってて、今日は長袖を着てこなかったんですよ。だから今半袖でこんな寒いところに撮影してもらって、とても寒くて震えてます。こんな感じで交互にね塗り進めていこうと思います。ここは白ということで、皆さんお正月は何をするんですか。お正月は紅白を見る派ですか、それともガキの使いを見る派ですか。自分はどちらかというとガキ使の方が好きで。今年ガキ使ない。ないの？え、皆さんまさかの今年ガキ使ないそうです。全然知らなかった。紅白はやりますよね。じゃあ紅白ですね、皆さん今年は。今日はカメラマンがね、初カメラマンのね可愛い後輩、私の中野くんなんですよ。中野くんシャイだから全然喋ってくれなくて、さっきからね顔でね人に物を言ったやつ、先輩に対して失礼だと思いますよ。どう中野くん喋んないと。中野くんはお正月何をするんですか。何野球卓球、仕事仕事ですね。はい、皆さんお正月も働きます。中野くんは最近黒髪にしましてね、とてもイケメンなんで、ぜひね皆さんお正月にね会いに来てほしいですよね。そしたらね、今度は真ん中って、真ん中はねこんな感じで、中心は描けないんですけど、この辺ならねなんかいけそうな気がするんで、ちょっとこの辺にお絵描きをしようと思います。来年の絵とは虎ですよね。虎を描きます。ほら、中野くんは絵は得意かな。でもこの間あれですよね、 UFO トリプルになんかポテトのコストコのポテトチップスが入ってたんですけど、
その時にポテトチップスくんみたいのを書いてもらった時はまあね、クエさんには劣るけど、まあそれなりのうまさでしたね。餃子店今コストコのコラボで、まあ、東京の取ってき山なんですけどね、コストコの景品がなんと台に入ってるんで、よかったらね取りに来てください。じゃーん、ほらです。どう、うまい？だよね。お正月お年玉がもらえますね、皆さん。私はもらえないけど。なんかよくでもちっちゃい時はさ、あのあれですよね、年賀状を手書きで書いてた。毎年でも結構書くの楽しみなんだけど、何枚も何枚も書くのがちょっとね憂鬱だった。最後に鏡餅をね、鏡餅にパンダにします。パンダさんのねファンなんで。結構ねお子様もねお絵かき好きな子がねだいぶいらっしゃると思うのでね、正月黙々と書いて楽しく作れるんじゃないでしょうか。あともうちょっとで完成になりますよ皆さん。じゃーん、できました。はい、このデザインパンダさんです。パンダさん最後にね、ここに切り込みを入れて、でこんな感じで白いねテープで真ん中にキャップをねこうペタッとつけて、じゃーん、完成しました。可愛くないですか。トラとマリとマツとあとパンダさん鏡餅です。周りはね赤と白の紅白で正月っぽく仕上げました。じゃあね、実際にコマをねくるっと回していきたいと思います。デッキをね、じゃあいきますよ皆さん、いきまーす。せーの、よいしょー。どう、どうですか、綺麗ですよね。はい、いい感じ。ということでね、皆さんもこんな感じで、まあ、周りはねデコボコしてて結構お絵かきはねしづらいかなと思うんで、色塗ってもらってそのね真ん中の平らな部分に可愛くね絵が描けるといいのかなと思います。皆さんね、おのおの好きなものを描いてもらって、で当日なんですけれども、なんと私このコマをね使って遊べるようなスペースをね一生懸命作る予定でいますので、よかったらね皆さんこのコマを作って、そのエブリデイでねコマをくるくるっと回せる楽しいねイベントになってるんで、ぜひねお正月1,2,3 の3日間三が日はエブリデイにお越しください。はい、今回の動画はねこちらで以上になるんですけども、最後におさらいということで、エブリデイ餃子店お正月1月の1,2,3の3日間に2階のねいつものイベントコーナーのところでこちらのコマ作りイベントを開催いたします。よかったらね皆さんぜひお集まりください。時間の方が10時開店なんですけれども、時間の方12時から夕方の5時までこちらのねコマ作りイベントやっております。いつもよりね、ちょっと時間短くなっちゃうんですけれども、よかったらね、皆様、コマ作りしに、お遊びにお越しください。ということで、皆さん、バイバーイ。最後までね、中野くんが一言も発しないんで、次回は中野くんと一緒に動画を撮りたいと思います。じゃあねー。